ジョバンニ・マリア・アルトゥージジョバンニ・マリア・アルトゥージは16世紀末に活躍したイタリア・ボローニャの音楽理論家、作家、作曲家。保守派の論客の一人として音楽史上に名を残し、今日初期はロック音楽の技術刷新と呼ばれる17世紀初頭の新しい展開を劣化のごとく罵倒した。ボローニャの聖旧聖主教会の聖職者や学者としても著名であり、 恩師・サルリーノの教説を完全に遵守した。1581年にヴィンチェンツオカリレーが最初にサルリーノを攻撃した際、恩師とサルリーノに代表される伝統的な技法用語、セネバとアルトゥージは考えた。アルトゥージの活動で最も有名な逸話は1600年と1603年の出来事である。この時アルトゥージは当初は名指しすることを避けた、ある作曲家の 成功さや放落を非難した。その作曲家とは、モンテベルディのことだった。モンテベルディは1605年のマドリガーレ州第5巻の序文において反論し、同時代の音楽習慣を2つの流れに分けて論じている。すなわち、第1作法プリマプロティカと第2作法セコンドプロティカのことである。第1作法は、16世紀の理想的な、 ポリフォニー音楽のことであり、流れるような旋律線と予備のある不協和音、西部間の対等性が特徴的であった。対する第二作法は、モノディア伴奏付きでチタティーボといった新しい様式のことであり、ソプラノとバスに力点が置かれ、その上、機能化性の意識の始まりも見出される。アルトゥージの音楽理論に対する主要な貢献は、 大法における不協和音に関する著書である。アルトゥージは、多声音楽においては、むしろ不協和な響きになりやすいことを認めており、例えば音が技法を引き合いにして、不協和音の根拠や効用を数え上げている。皮肉にも、第二技法によるモンテベルディの作品は、少なくとも概念においては、アルトゥージの著作とほとんど一致している。モンテベルディ作品とアルトゥージ理論は、 多性の意義や旋律形成における音程に相違点があったのである。アルトゥージの作品は数少なく、それも保守的な様式によったものばかりである。四世のための貫通ネッタ州と八世のためのカンターテドミノがある。ありがとうございます。